どうもこんにちは、カイカイです。本日も PS5 Pro についての情報をお持ちしました。PS5 Pro のエンハンスドというもの、これがどういったゲームに当てられるものなのかっていうことについての情報です。こちら、インサイダーゲーミングさんの、えー、トム・ヘンダーソンさんから出てきている情報となっています。で、この PS5 p プロエンハンスドとは何なのかっていうところからまず入りたいんですけども、PS4 Pro の時代にあったんですよね。 このゲームは PS4 Pro の新機能をしっかりを使っているゲームですので PS4 Pro を持っている人はぜひ楽しみにしていてくださいみたいなそういった感じのラベルでしたこれが PS5 Pro にも用意されるという話ですでこれプレイステーション内部ではトリニティエンハンスドというふうに言われているらしいですこのトリニティっていうのが PS5 Pro のチップ名となっています PS5 Pro のチップはトリニティっていうチップなんですよね で、トリニティエンハンスドなんですけども、えーまあ、こ,この動画の中では、えー、当然ながら PS5 プロエンハンスドと分かりやすく、えー、言っていこうと思います。で、PS5 プロについての、えー、スペックですね、そういった部分についてはまずこの記事の中では言及されているんですけども、えー、っとまだ見てない場合は <laughs>、ぜひあのうちのチャンネルに上がっている PS5 プロのスペックを解説する動画をまず見てほしい部分はあるんですけども、一応 GPU スペックが1.5倍になってい いますっていうことぐらい理解しておけばざっくりとはわかるんじゃないかなあとは PSSR というものを活用して 4K までのアップスケーリングを達成するということになっているようですけどもこのエンハンスドというラベルを当てられるために必要なこととは何なのかという部分ですねでこちらまずターゲットの解像度っていうのを上げなくてはならないという部分ですただし このターゲットの解像度っていうのが一定解像度のゲームに限るということですその例えばダイナミック解像度で1 4 4 0 p から 4K の間で動くようなゲームだったのが、まあ、今までは1 4 4 0 p の方に近かったのが 4K に近づきましたよっていうのは別に当てはまらないということです例えば今まではもう 1080p 固定でしたでこれを わざわざ最適化してえじゃあ 1440p 固定で動くようになりましたみたいなゲームがこれに当てはまるということですでえ2つ目がそれに似たようなものでしてこちらはダイナミック解像度でもいいんだけどもそのダイナミック解像度の上限値が上がっていないといけないというものです今までは 1080p から 1440p の間のゲーム だったのが PS5 Pro に対応することによってじゃあ 1440p から 4K の間まで出るようになりましたよっていうこの最大値の増加っていうのがめちゃくちゃ重要になっています最後最後ではないんだえー、っと解像度とフレームレート関連では最後にこちらフレームレートですねでこれが今までは 一定フレームレートで動いていたゲームがより高いフレームレートをターゲットできるようになった場合ということです。で、最後に PS5 プロ専用のレートレ効果に対応ということなんですけども、まあ、レートレは一旦置いときましょう。まず序盤の3つですね。この3つ、えー、共通点としては、開発者による介入が必要だということです。 PS5Pro が強化されるということがどういったことなのかをある程度分かっている人にとってはこの辺ピンとくるんじゃないかと思いますでピンときてない人のために今から解説はさせていただくんですけども PS5Pro っていうのはアーキテクチャ的には PS5 と結構近いです特に CPU なんかはアーキテクチャ全く変わってないし、えー、GPU の方はアーキテクチャ変わってるんだけどもあまり大きくは変わっていません ということで、従来通り PS5 で問題なく動いたゲームは PS5 プロになっても何もしなくても問題なく動きますよという感じになっています。で、それと同時に PS5 プロは PS5 と比べてだいたい1.5倍くらいのパフォーマンスになっています。で、何もしなくても、開発者が何もしなくても勝手に解像度上がりますし、勝手にフレームレートも上がります。っていうものです、この PS5 プロっていうのは。 自分がこういった話になるときに、えー、いつも、えー、好きな例として FF16 があるんですよね FF16 は、えー、ワールドを探索しているときっていうのは多分たい 1080p 前後ぐらいでフレームレートが、まあ、その30から60の間ぐらいをちょっと、えー、移動するっていう感じで先頭になるとフレームレート重視になりますので、えー、フレームレートが60に固定される代わりに解像度が 720p ぐらいまで下がってしまうんですよ これはデジタルファンドリーさんの分析で判明していたことではあるんですけどもでこれを踏まえてじゃあこのゲームを PS5 プロで遊んだ場合はどうなるのかっていうところなんですけども、えー、戦闘中に絞ってみましょう戦闘中ではフレームレート6時に固定されますが解像度について解像度っていうのが今までダイナミックだったんですよねダイナミック解像度で 720p から 1080p ぐらいっていう風な見方でいいと思いますダイナミック解像度であるっていうことは パフォーマンスが余っていれば解像度は勝手に上がるということです。っていうことで FF16 を PS5 プロ上で遊べば勝手に綺麗になります。で、これは開発者が何もしなくてもゲームが勝手に綺麗になるっていうことでユーザーにとっては非常に嬉しいことなんですけども開発者が特別なその労力をかけたっていうことにはならないんですよ。 まあ例えば1.5倍のパフォーマンスで 1080p まで解像度が上がりましたただ FF16 はゲーム内の設定で 1080p 以上には解像度がならないとしましょうっていうことでどんだけ PS5 プロのパフォーマンスが余っていようが 1080p 以上には上がらないのでまあその 余剰分のパフォーマンスはちょっと無駄になってしまうっていうい状況ができてしまいまいすでそれをわざわざ開発者がやってきまして PS5 Pro ではパフォーマンスが余っているから 1080p で止めるんじゃなくてもっと上がるようにしようなんなら 720p から 1080p じゃなくて 1080p から 1140p の間ぐらいでレンダリングできるようにしようっていう手動での設定が入ることがこの PS5 プロエンハンスドっていうラベルを貼るのに大事なことというわけです。 まあこれは解像度でもフレームレートでも当てはまることという感じですねであとはレートレのエフェクトっていうところがここで指摘されてはいるんですけども、えー、レートレ PS5 Pro は新しい GPU アーキテクチャを使っていることによってレートレのパフォーマンスが大幅に成長するというふうに予想されています現状でのリークの数字を信じるのであれば2倍から3倍下手したら4倍ぐらいのパフォーマンス強化が期待できるはずです まあ、こんだけのパフォーマンス強化があれば、まあ、例えば今までは、なかなかフレームレートが出なかったゲームにしても、レードレっていうのを、もう丸ごと専用ハードウェアにオフロードすることによって、今まではそこに取られていたパフォーマンスをフレームレートに当てることができるようになりますので、じゃあフレームレートが結構大幅に上がりますよとか、PS5 プロが、えー 1.5倍ぐらいの性能っていうふうには言ってるんですけども1.5倍の性能プラスレートレがめっちゃ強くなってるんでフレームレート的には2倍ぐらい出ますよとか解像度が2倍ぐらい出ますよとかそういったシナリオも考えられるわけですですがそれはあくまでも PS5 Pro 専用のレートレを有効活用した場合の話ですでここでの文章が示唆しているのは PS5 プロのレートレっていうのは PS5 ベースモデルのレートレと比べて多少なりともそれ専用の最適化を要するということです。まあこれ自体は開発者にとっては少し面倒というか、まあ対応しない開発者も出てきてしまうことになるんですけども、もし対応してくれれば、 1.5倍以上の大幅なパフォーマンス強化が期待できるということで、このレートレイに対応してくれた場合には PS5 Pro e n エンハンス d というラベルを貼っつけてあげますというふうにプレイステーションが言っているということになるわけです。そ、まあ、それこそなんか いろんなゲームでありますけども、なんかコンプリートエディションとか出ますけども、そのコンプリートエディション PS5 Pro e n エンハンスとみたいなのを貼っ付けて、コンプリートエディションなだけでなく PS5 Pro で遊んだ場合はフレームレートの強化、解像度の強化、レートレの強化、そういったものが期待できますよということで、このラベルは使われるんじゃないかと思います。 まあここまでは FF16 を例にとって話してきたんですけども FF16 だけじゃもちろんありません他のゲームでも PS5 プロで遊んでこそ大胆な強化が期待できるゲームっていうのはいっぱいあると思いますけどもそういったゲームを PS5 プロで遊んでみるのがめちゃくちゃ楽しみですね、まあ、そういったところの分析は多分 デジタルファウンドリーさんあたりがやってくれるとは思うんですけどもその辺についても動画にぜひしていきたいとは思いますまあ発売日自体は今年の末ぐらいになると思いますのでもう少し時間はありますけどね、えー、ということで楽しんでいただけたら高評価ぜひよろしくお願いしますご視聴ありがとうございましたバイバイ